川口みき夫は、日本のテレビプロデューサー、テレビディレクター、日本放送協会の第16代会長、東京都出身、鹿児島県川辺郡川辺町育ち、メカダ作を著、花万葉の撮影者で知られる、写真家の川口さよ子は妻、同様歌手の川口京子は長女、生後感もなく、父が死去し1929年に母と別れて、 鹿児島県川辺郡川辺町に重住しそぼらに育てられる。旧政権立四中、旧政七校を経て、東京大学文学部卒業後、1950年 NHK に入局。初認知は福岡放送局。その後、園芸畑を歩む。入局直後の1951年に放送された第一回 NHK 紅白歌合戦をラジオで聞いた川口は、 NHK 紅白歌合戦が将来大きくなることを予想したという。紅白を国民的番組に育て上げ、多くの音楽番組の演出、制作で活躍した。その後制作局ドラマ部担当部長として、大河ドラマや当時新進気鋭のドラマ作家を起用し、数々の番組作りに関わる。また、ドラマ人間模様枠を作り、夢千代日記、あうん、花変路、 シャツの店など多くの名作を世に送り出した。1983年から1991年にかけて日本映画、テレビプロデューサー協会、第2代会長、理事、放送総局長、専務理事まで昇進したが、自民党高知会と深いつながりを持つ島刑事と会長の座を争い、敗れる。1986年、NHK 公共学団理事長に就任。 島が失脚した後、1991年、NHK の会長に就任、1997年に退任した。在任中は、島の商業化路線を否定した。ハイビジョン実用化試験放送、テレビの国際放送を開始、ラジオ深夜便等の24時間放送や、FM 文字多重放送を推進した。一方で、FM ローカル放送のブロック化を推進するといった、 地方局の合理化を進めたり、中派放送のステレオ化には消極的といった姿勢も見せたりした。川口は会長就任時に番組制作は農業であると発言し、長期的視野に立った番組作りを訴えた。また、あらゆるタブーへの挑戦を説いた。NHK スペシャル、奥ヒマラヤ禁断の王国、ムスタンのやらせが発覚した際には、放送総局長、蘇我健を、 委員長とする調査委員会を設け、徹底的に番組の問題点を洗い出し、調査報告にまとめ公表した。また、この問題で NHK 経営委員会に身体伺いを提出したが、辞任する必要なしとの回答を得た。川口自身は競馬ファンでもあり、NHK 競馬中継の放送レース拡大を提案しそれを実行に移した実績もある。 1994年から札幌子どもミュージカル育成会で脚本・演出を担当するほか副会長も歴任した。1997年、川口は NHK 会長を退任後 NHK 名誉顧問となる。また、NHK 民放・制作会社と放送業界の有志者で結成した放送人の会所大会長に就任した。 1999年、川口の母の再婚相手との間に設けた、イフ妹からの誘いがあり、神奈川県藤沢市に移住し、イフ妹夫婦と共に生活する。2014年11月5日、遺んのため88歳で没した。俳優の天本秀夫とは、旧姓七校、東京大学の同窓生にあたる。 橋田菅賀子は、おしんの企画を民放各社に持ち込んだがバブル景気に枠時代だったこともありすべて断られ、NHK に持ち込んだところ当時、放送総局長だった川口は明治から昭和を生き抜いた女性の苦労話を二つ返事で承諾し、視聴率を気にせず書いてくださいと伝え企画を通した。おしんは、その後、 朝の連続ドラマはもちろん日本の全てのドラマが持つ視聴率記録を塗り替えて戦後最大のヒット作となったほか世界68カ国や地域で放送されるという世界を代表する作品となった。ありがとうございます。